はい、今日はソーラーフォース YS フラッシュライトの屋内照射テストを行ってみます。このソーラーフォース YS の特徴は、このようにヘッド部を、はい、このようにすることでスポットワイドの焦点調整を素早くすることができます。スポットワイド、スポットワイドと焦点調整できます。ではどれぐらい角度が違ってくるかといいますと、はい、ではちょっと地べたに置いてみましょう。こちらが今ワイドです。ワイドですとこのようなこのような見え方になります。ではスポットですと、よいしょ、はい、このようにスポット光になります。よいしょ、こちらがワイドです。こちらがスポットになります。テールスイッチを、はい、こちらがローのように点灯切り替えもできます。ソーラーフォース YS 屋内照射テストでした。